さあ始まりました。本日もエヴァードームのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、9月24日午前11時58分 YouTube 録画しております。今日もですね、ビットコイン、それからイーサリアム、BNB、それからソラナ、XRP ですね、5つの仮想通貨をちょっとチェックした後ですね、エヴァードームチャート分析していきますので、最後までご覧になっていただければと思っております。それではそれぞれ冷やしチャートですね、確認していきたいと思います。まずビットコインからちょっと見ていきたいと思うんですけども、ビットコイン今日高騰期ですね、274万円ぐらいということなんで、まあ、ちょっとあんまりほとんど動きがない状況かと思われます。悪くはないですけどね、動きがないという感じが今日の特徴かなと思います。それからイーサリアムですね、こちらもほとんど動きがなくて 0.2% 下落になってますね。はい、コインチェックの方では 0.7% 上昇と、まあ、サイトによってちょっと違う表現がされてるんですけども、まあ、こちらもですね、値動き的には悪くないのかなという感じで、あまり動きがないのかなっていうのが、まあ、今日の特徴かなと思います。様子見ムードが強いかなという感じですよね。それでは3番目、BNB です。こちらが 1.46% 上昇で、278ドルということで、やはりこちら300ドルぐらいにはね、戻ってこれそうな感じの動きになってきているかなという感じですね。こちらは非常にいいと思います。それから今日上がっているのがソラナですね。こちらが34円ということで、5% アップということですね。非常にこちらは底堅いかなという動きで、非常に買いも結構入ってきてるなという印象も受けてますし、まあ、ちょっとリップルが上がっているというところもあるのかもしれませんけども、アルトコイン全般的に今日は安定してるのかなという感じはね、ありますね。それから続きましてリップルですね。まあ、最近の相場の倹約となっておりますけども、こちらが今日は 1.1% アップということで、だいたい日本円で 71.5 円どころどこいう感じですね。こちらのチャートもね、結構こう、まあ、利確もこなしながらというところで、まあ、利益確定より結構できる方多いと思うんですけども、非常にそれをこなしながらね、値段の方はキープしているんじゃないかなと思うので、非常に好感を持っております。それからもう一つ、エダも見ていきましょうか。こちらもね、今日はプラスみたいですね。0.79% プラスになってまして、0.46 ドルということで、ちょっとですね、こちらの方は上値が少し重いようなイメージはあるんですけども、まあ、しっかり上がっているとも言えるのかなというところで、まあ、0.5 ドルぐらいにはね、戻れると思うんですけども、まあ、ちょっと上値が重いかなという印象はちょっと強いかなという感じはしてますね。はい。ということで、今日仮想通貨主力どころを見てきたんですけども、まあ、ビットコイン、イーサも今日は動いてないということで、それからアルトコインですね。全般的に、まあ今日はこう、ほとんど動きがないのかなっていう感じで、まあ静かな一日ですね。まあそんな中、エヴァードームはじゃあどんな感じなのかですね、ちょっと見ていきたいと思います。本日のエヴァードームなんですけども、0.3261 ということで、今日なんと 22% 下落になってしまったということですね。ちょっと昨日の上昇がね、なんかなくなってしまったような感じもするというところはあるんですけども、ちょっと冷やしチャートから確認していきたいと思います。まあ、ちょっとこのような形でね、動きが良くないですよね。0.4 ぐらいからずるずると下がってきてしまって、ちょっとこう、買い手不在なのかなっていうぐらい弱いなっていう感じはしますね、今日はね。昨日の上げは本当に何だったのかなっていうふうにちょっと思っちゃいますけどね。1週間のチャートですけども、0.42 ぐらいまで上がったんですけども、そこから 0.1 円ぐらいですかね、ちょっと下がってしまっているというような状況で、ちょっとチャート的にも厳しいなというのが正直なところですね。まあ、0.4 あたりが今度レジスタンスになってくるんだろうなというところがあるので、ちょっと厳しい展開になってきたなという感じを受けております。まあ、こちらのチャートを見てもですね、0.42 を超えたところまでは良かったんですけども、そこからちょっとね、まあ、ニューヨークダウとかもちょっと良くなかったので、まあ、全体的にマーケットのこの下落にね、付き合ってしまったような感じで、さらに下げ幅がね、拡大してしまったという感じで、まあ、アルトコイン今日、堅調なものもあるんですけども、まあ、ちょっとこちらのエヴァードームに関しては、少し大幅に下落になってしまったなという感じです。ちょっと残念ですよね。せっかくちょっといい調子で戻ってこれるかなといった矢先だったので、ちょっとこれは厳しい展開になってきたなという感じですね。
冷やしチャート確認していきますけども、0.32あたりがね、サポートになってくれて、0.4ぐらいまでまた戻してくれるといいなと思ってるんですけども、ちょっと油断はしないようにした方がいいかなと思いますね。ちょっと危険な感じがしてます。こう0.3をね、割り込んでくると、0.28とか、そのぐらいとかになってくるんじゃないかなっていうのが、ちょっと見えてくるような感じがしてきてしまうので、そうするとまた0.2の前半とかになってしまうという感じになると、ちょっと厳しくなってくるんじゃないかなと思うので、ちょっとこの辺は警戒感を強めておくべきなんじゃないかなと思っております。はい、エバードーム、今回もね、最後までご覧になっていただきありがとうございます。皆さんもそれぞれ意見あると思いますので、チャンネル登録ぜひしていただきまして、この機会にね、見逃さないように、それからコメントよかったらしていただけたらなと思っております。はい、ということで今回はエバードームチャート分析、最後までご覧になっていただきありがとうございました。